トモー、トモー、終わった。やっぱ仕事腹減りました。腹減ったな、ほとんど食ってないな、ね、今日。まあ絶対健康に悪いですね。まあ絶対健康に悪い、これ。それは髪の毛なくなりますよね。いやいやいや、終わりましたよ、仕事が。とりあえず準備終わりましたね。まあ、この動画ちょっと公開するのはちょっとだいぶ後になると思いますけど、まあ、あの商品のセールス始まるんで、いや準備終わった終わった、準備が終わりましたよ。やっぱ一人で全部やってるとやっぱね、一人でようやってますね。僕スタッフゼロですからね。スタッフ誰もいないからね、ようやってんな。なかなか、いやでもね、僕嬉しい。あ、なこれごつ盛り89円です。ごつ盛り結構シリーズ変わるんですけど、何が好きですか？僕ごつ盛りの中は、うん、ワンタンですね。ごつ盛りはいろいろシリーズあるんですよ。ちゃんぽん、豚骨、味噌、いろいろあるんですけど、ごつ盛りはワンタン。なんかこのデフォルト感、デフォルト、この醤油のデフォルト感がいいっすね。なんかごつ盛りのなんか味噌はね、スーパーカップの味噌が一番いいですね。味噌は味噌だったら、これごつ盛りって安いんで、なんか安いから、醤油が一番いいと思います。やっぱカップヌードルもなんか、まあ、シーフードが一番僕はうまいと思うんですけど、まあ、たまにやっぱデフォルトのあのカップラーメンのエビ食いたくなるじゃないですか。デフォルトの醤油、ああ。調味料ですね。ああ合う。醤油とレモン合いますね。あ、うまい。この醤油。醤油ことだね。すっきり醤油。このワンタンの安い感じのワンタン。うん。絶対体に悪いですよね。
まあ病は気からですから、病は気から、病は気からだけど毛根は栄養からですね多分。病は気からだけど毛根は栄養からっていう。ほんとハゲてきましたね。こんな生活してたらハゲますよね。タバコも吸うし。まあでもね、ハゲたらハゲたでハゲからの復活劇っていう絵になると思うんですよ。いや、わざとハゲてるんだ。わざとハゲてる。僕思うんですけど、多分ですよ、多分ハゲの悩みっておそらくですけど、金があれば 100% 解決できると思うんですよ。なんかね、多分ね、めっちゃ金払えばね、リーブ21みたいな、よみがえるみたいなね、多分めっちゃ金払えばいけんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、もしくはあの増毛があるじゃないですか。増毛すればいいじゃないですかね。なんか増毛キャンペーンアデランスとかやってるんで。そう。もしくはカツラをかぶって、で最後のオチは毎回カツラを脱ぐっていうね。まあそれもいいかなと思うんですけど、まあとりあえずまあネタですよね。ネタに使っていくっていう。だってそのなんだろうな、やっぱ薄い状態からビフォーアフターって結局その太ってて痩せてる、そのこの開きが絵的にいいわけじゃないですか。だから本当にね、あの吉田さん本当に薄くなってきたねっていう風に視聴者の方がこうなってきて、あれ吉田さんマジでハゲてきたなみたいな。でその状態から、あれ吉田さんめっちゃふさふさやんって分かりやすいじゃないですか、うん、っていうプラス思考ですね。というプラス思考。まあただ単にハゲてもしゃあないですからね。まあ、ハゲすら金に変えるっていう。でも僕の動画の中で育毛日記っていうのがあるんですけど、それが1個だけ当たって2万回ぐらい回ってるやつあるんですよ、育毛日記。そう、育毛日記またやろう。はあ、8分か。やっぱり、あ、僕ね、一眼レフソニーもね、アルファ6600いいな、ソニー買おうかな、いいな、アルファ6600みたいなのはずっと思ってたんですよ。で今も思ってるんですけど、まあ今ちょっと思ったことが、買わなくていいなと。やっぱ30分で切れるっていうのがやっぱいいっすよね。まあもうずっとダダ流れになっちゃうんで、そのα6600 が僕欲しいと思う理由の結構大きい理由が、ずっと回せる。そう、そう、あの記録時間ずっと回せるんですよ。だからいいなと思ってたんですけど、まあそれもある意味デメリットかなっていうところですよね。
ずっと回せちゃったらずっとぼやいちゃうじゃないですか。もう30分で切るっていう、強制的に切られるっていう。ちょっとね、多分まあここまで見てる人は、まあ濃い人しか見てないと思うんで、まあ、ぶっちゃけますけど、まあ、今回ね、僕マフィア D っていう新しいそのトライアルっていうのを作って、これも作った理由もあって、でさらに裏メルマガでまた違うやつも回してるんですよ。回すんですよ。だから表ではマフィア D、 裏メルマガでは裏のやつみたいな、だから2つ同時進行でやるんですけど、でマフィア D もね、ぶっちゃけそんなにその募集したくないですよ。マンツーでやるんで、ぶっちゃけ大変になる、大変になるだけなんで、自分が大変になるだけなんですよ。マンツーでやるわけじゃないですか。これなんでやるのかっていうと、単純に僕の車のタイヤがねやばいんですよ。タイヤ買わないともうちょっとやばいですね。まあ、だもう結構ペラペラになってきて、この前見たらペラペラになってて、あ、これ買わねえといけねえなみたいな、これやべえぞみたいな。前僕バーストしたことあるんで、200キロぐらいで走っててバーンみたいな、岩手行く時にバーストしたんですけど、よく生きてんなみたいな話ですけど、で僕タイヤを変えるのに24万ぐらいかかるんですよね。24万ですよ。それまあね、想定外、まあちょっとタイヤ変えるというのは想定外だったんで、想定外というか、まあいつか変えないといけないんですけど、この前ちょっとペラペラなことに気づきまして、やべ、そのお金稼がないとみたいな。ただじゃタイヤ買えないですからね、24万。だ僕がピンチになるとなんかサービス生まれるってことですね。いや、タイヤ高いですね、24万は。24万だけな、なんかローテーションもする、なんかその、あ、そうだ、あれもするんですよ。アライメントもする、僕お願いするんですけど、タイヤ交換して、その後アライメントもお願いするんで、アライメントすると全然やっぱ違うんですよね。そう。だから今年は僕、そう、今年行こうかな、僕あれを考えてるんですよね。全国、北海道の道の駅全制覇っていうのをちょっと考えてて、今年行きたいなと思ってるんですね。今年ちょっとやっちゃいたいなって、ちょっと、ま、やんちゃな計画は早めにちょっとなる早でやっとくっていう。まああと東北、僕出版記念で東北回ってないんで、東北ね回らないといけないですし、北海道行くついでに東北ちょっと何軒か回って、まだそのためにはタイヤ交換しないとね、いけないじゃないですか。ペラペラだったらね、バーストしたらもう、昔だから岩手行く時にバーストしちゃって、まあ岩手着いて、まあその高速道路で、ね、JAF 呼んで、レッカーというかなんか呼んで、タイヤをトランクに積んでる応急タイヤに変えて岩手着いて、でまあお客さんに会って、その後500キロ近く
東京まで500キロ近く緊急タイヤで帰ってきましたからね。GTR だけど60キロ走行みたいな。燃費クソ良かったですね。岩手から60キロ走行、高速道路60キロ走行で1回の給油で行きました。燃費クソ良くないですか。1回の給油だから500キロぐらい走りましたね、満タンから。15分。化学調味料、化学調味料、口なし色素、口なし色素、増加多量類過量、発酵調味料、化学調味料の塊ですね。この前のおっとっと食ったやつ残ってるんで食べましょう。おっとっと、このおっとっとの絶妙な焦がし加減がすごいですね。おっとっとすげえな。ちょっと酔っ払ってきましたね。寝れるわ今日、頑張った俺。相当やりましたからね僕、相当やった。まあまあやった。
っ払っちゃいましたね。20分か。ちょっとこれ食ったら終わります。多分これを公開する頃は多分鹿児島帰ってると思うんで、鹿児島合宿やりますから。鹿児島合宿鹿児島合宿多分ハイボール研究所やるんで、ライブで。久しぶりにモーリーが来ますね。モーリーが、モーリなんか人生って不思議っすね。何が起きるか分かんないっすよ。だってこんなことやって生きてるんですよ。無理っすよね、普通じゃ。じゃ普通の現実社会だとね、普通の現実社会だと、やべえ明日仕事行かなきゃみたいな話じゃないですか。もまあ僕も10年以上か会社で働きましたけど、まあ会社が中心じゃないですか、基本的に。なんかね、なんか変な世界ですね。どっちが正しい世界なのかわかんないですけど、こういう世界もあるってことですよ。終わりました。まあでも普通のレール、社会のレールに生きてたら、まあ、こんな人生はまあ 100% 送んないでしょうね。まあでもまあ時代はだいぶ変わったと思うんですよね。なんか昔はなんか特殊だったんですけど、今はなんか普通になりつつあるんじゃないですか。やっぱ YouTube が出てきて映像コンテンツとして、まあ明らかにわかるじゃないですか。だから新しい生き方っていうのがもう目の当たりになってきたっていうか、まあこういう生き方が本当にできるよっていうのが映像としてもわかりやすく出てきたっていうね。時代は大きく変わりましたよ。ふぅ。はい。ということで、僕はもう飽きましたよ。寝ます。ではまたお会いしましょう。